はい、ということで今回はきつねうどんというのです、こちらの方にです。通常で一玉多く入れましたけども、食べてみてください。うん。喉越しがね、確かによくて、非常にフルーツ出てきた。歯応えですね。で、このお揚げが、太いお揚げでね。では、食べると柔らかくね、そういうところに味わいがね、のどごしが良くてね、近いときスープも非常に美味しい感じです。なので味としてはいける味わい、さっぱりとしてる。これで50年ですからね。もう、冷凍うどんは50年経ってるって。すごいですな。でもまあ、なかなかの、こう、いい味わいで。本当になんかね、冷凍されてたとか考えられないぐらいな。いい味わいで、しっかりと。さぬきうどんの味わいが出てるなっていうところがいいなと思いますね。どうもありがとうございました。